はいそれでは権利関係の第15回目ですね建物区分所有法についてお話したいと思います、えー、建物区分所有法まああのマンションに関する法律だと思ってくださいね、えー、区分所有建物という、えー、言い方をしていきます、えー、まあ通常のね、えー、建物であればまあ一、えー、人でもまああの親子とか夫婦で共有ってこともあるかもしれませんが所有者が一人なのに対してですね。 うん、マンションの場合には、まあ、101号室、201号室、まあ、それぞれ別の人が持っているみたいな、ねえーまあ、集合住宅ですので、まあ、ルールがいるということで法律が定められております。うん、この区分所有建物についてですね、えーまあ、タイトルで区分所有建物の管理とつけておりますが、えー、ど,どう位置管理していくのかというのが一つ大きなポイントになります。えー、この4つのつ項目でですすねね番管理組合です、ね えー、マンションの住人たちというと賃貸の人も含めてなんで違うんですが、区分所有建物を持っている人。これはあの区分所有権者ってやつですね。区分所有権という権利を持っている人。区分所有権者たちでですね。あの管理組合を作るんですね。そこで組合を作って、みんなでそのマンションの維持管理について話し合っていこうと、こういう仕組みをしています。えー、丸二番の集会ですね。あの集まってというのはその集会です。 一般的なあのね日常生活ですとマンションの総会なんて言い方をするかもしれませんが試験では集会という言い方ですねそれからあのマンションそのマンション ABC マンションとかですねえいう建物の規約ですねルールを決めておきますそれから管理者代表者にあたる人を決めておくんだということですね。それぞれちょっとチェックポイントがありまして丸一番の管理組合なんですが。 この区分所有者つまりマンションの権利を持っている人はですね、えー、自動的に組合員です、えー。私はあの管理組合に入りたくないよ。これは認められないんですね。えー、管理区分所有権ある ABC マンションなら ABC マンションの区分所有権という権利101号室の権利201号室の権利を持っている人は自動的に組合員になるということになります。んまあ集会を開くこれはあの皆さんでね開いて決議していくのはまあ。 えー、その他の集会と一緒なんですがあの区分所有法独特のルールについてはまこの後お話していきますあの規約 ③ 番の規約なんですけどね、えー、この後いろんなまあルール法律を解説していく中でですねこういう言葉が出てくるんですね規約で別段の定めができるこんな言い方をしてくることが多いです、えー、どういうことか区分所有法では、えー、こういうルールにしていくよ区分所有法ではこういう一定のルールを決めてるんだけどマンションの所有者 まあ区分所有者たちがね、えー、納得して規約で決めれば法律とは違う定めにしてもいいよというのが結構あります。えー、そういうのをですね、うん、これ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 法律ではなってるけど区分規約で別段の定めができるなんて言葉は出てきます。まあまた出てきたお話しますね。えー、それからこの管理者これはあの管理人さんとは違うんですね、えー。その管理組合のまあ代表者のような位置づけになるんですが。 えー、この管理者はですね,、うん、そうですね一般のマンションですと理事長なんて呼ばれている人が、えー、当たるんでしょうか、まあ、法律では管理者という言い方をしますが、あのー、2つポイントがありましてね管理者、あのー、原則は集会集会というのはその区分集支で集まっていろんなことを議論する丸2番の集会ですねここで選んだり場合によって解任クビにしたりします。 えーまあ、そうじゃないあの決め方もできるんですね規約でいやいやあの管理者は誰々さんにするっても弁護士のなんとかさんにするって決めればそれでいいんですが、えーまあ、集会で選任しますそれから、えー、区分所有者じゃなくてもいいんですね区分所有者じゃなくてもいいですあの、まあえー、そのマンションの権利は持ってないけれど、えー、弁護士の A さんにしようとかマンション管理士の B さんを管理者にしようとか、うん、場合によっては法人会社でもいいんですね。 えー、X Y Z を建物管理っていうところに、えー、うちのマンションの、えー、管理組合のまあ管理者になってもらうまあこういうこともできます、えー、よろしいでしょうか、えー、組合あの管理の仕組みとして管理組合集会規約、えー、管理者この四つがあるということをまず押さえてくださいねはい、えー、区分所有建物の解説を続けますがあの専有部分と共有共有部分というまあタイトルをつけたんですよね専有分と共有分ですあのー、まあ マンションにはですねあの専有部分と呼ばれるものと共用部分と呼ばれるものがあるんですね、えー、専有部分っていうのは、まあ、その区分所有者がえ自分だけで使う号、まあ、号室とか号室ととととかかそれぞれぞのの部屋のことだだと思ってください、まあ、あの法律に厳密なことはちょっと違うんですけども、まあ、宅建試験の範囲ではえそれぞれの部屋のこと201号室とか301号室3 0一号室とかった山田さんとその家族が利用するそこを専有部分というんだと思ってください。 それ以外のところ、うん、例えばマンション全体のエントなんですね。マンション全体の入り口とか、それぞれの部屋に行くための廊下とか、うん、階段とかですね。共用の階段とか、あのエレベーターとか、えー、こういったものはあの共用部分と言います。共同使用するんですね。共同利用する。ですから、えー、区分所有建物これは、えー、専有部分、それから共用部分に分かれるんですね。 もう一つあのマンションはあの空中に立っているわけではないんで敷地ですねえここの利用権もあるんだということになりますでこの共用部分共同利用する部分なんですがはいえ二、ー、つに分かれるんですねここら辺からあの初めて聞くよという人も増えるかもしれませんが法定共用部分と呼ばれるものと規約共用部分というのに分かれます法定共用部分というのはですねまあ法律で定まっているうん一一 えー、まあ法律で定まっている共用分ですね。まあそれに対して規約共用分っていうのは、えー、本来は専有部分になるんだけど、えー、規約マンション全体のルールでここはみんなで共同利用しようね、共用分としようねって決めたところです。具体的にはですね、管理人室とか集会室とか、これはあの独立した部屋ですんでですね、あのじゃあなんでしょうね、あの1階に管理人室とか集会室がある集会室ってわかります、ね？あの えー、区分所有者たちがその集会をやるためにあ集まれる広い部屋をまあ持っておくマンションがまあ多いんですがその集会室や管理人室あとは何でしょうねちょっとあの高級なマンションですとあのゲストルームみたいなね、あのー、普通の部屋と同じように独立して使えるんだけどそこを、うん、規約でマンションの、えー、区分所有者たちがルールとしてみんなで使う共用分にしようねって決める、えー、決めて共用分にする。 これを規約共用文って言うんですね、まあ、それに対して法定共用分というのはもう法律で定めるというよりも,もう構造上明らかに共用分なもの、えー、先ほど言ったようなそのマンション全体のエントランスとかねこれ占有分と間違いようがないわけですよ、えー、エレベーターとか階段とかですね、えー、そういったものはこれ法定共用文と言ってきます、まあ、それに対して規約で決めるものは規約共用分というのがあるのだということですね。 でこの規約共用部分なんですが、えー、第三者に対抗するには登記が必要だ、うんまあ、どういうことか、えー、ここは集会室だよここは管理人室だよということをです、ねえーまあ、区分所有者以外に主張するためにはその部屋といいますかね部分が、えー、ここは集会,室、えー、規約集会室ですって登記はしてないんですけど、ね、規約共用部分ですっていうことが登記されてないと、えー、そのマンションの登記記録ですね えー、この不動産は誰のものだっていう、まあ、台帳みたいなもの登記記録のところにここは規約強要分だよと書いてないとですねせん、まあ、どういうことかというとまあもう大昔の例ですけどねあの昭和40年代の例ですけどあの集会室だったところがですね実は分譲されちゃったっていうそんな例もあったぐらいですねあの買った人は別に普通の部屋だと思ってたんだみたいなね、えー、ことになりますので、えー、まあ まあ結論だけ多いとやばいです。あの今今みた細かいことは別にしてね。第三者に対抗するには登記が必要だということですね。それとこの共用部分とかですね。あと敷地利用権についてなんですが。このフレーズ覚えてください。そのあのマンションの図の下に今出ますからね。分離処分は禁止です。分離処分は禁止。ですからあのー。二丸一号室を買った人はですね。え二丸一号室の専有部分の権利とと,ともに。共用部分の。 まあ利用する権利共用部分のあの持ち分っていうのを持ってね共用分っていうのは二マル一五七一マル一五一五七一マル二一マル三一マル四まあ五十個のマンションなら五十人みんなで共同所有してね共有敷地を五十人なら五十人で共同所有してるわけですよその共同所有してるんであれば共有持ち分っていうのがあるんですね五十、えー、分の一を持つよとか、えー、そういう権利の一部をまあ共同所有してる でその占有部分の権利と、うん、じゃあ共用部分の持ち分を分離して、えー、しまう何かん,んだろうな共用、えー、部分の持ち分だけ誰かに売るとか、えー、区分所有権の敷地利用権の一部だけ誰かに売るこれは、えー、禁止されてるんだと思ってください。んまあ、法律が許せばとか規約で定めればとかいろいろありますけど分離処分は原則禁止これは頭に入れてください。まああ当たり前ですよねあの 共用分の持ち分だけ買って、どうするのっていうことになりますので、これは原則禁止です。で、あの共同所有してるんでですね。共用部分については共同所有してるんで、じゃあどれだけ持ち分があるのという。まあ、こういう話になってくるんですね。それで、この共用分の、まあ、共有持ち分なんですけども、えー、ちょっと、あの、解説したことなんですよね。え、まあ、二つあります。この共用分の持ち分はですね、あの専有分の床面積割合によって、決まっていきます。 ですから何でしょうねあの50平方メートルの部屋に住んでいる人まああのくあの201号室は50平方メートル202号室が70平方メートルだったら広い部屋を持っている人ほど、えー、その共用部分の持ち分割合が増えるんですね、えー、これが、えー、法律の考え方です共用、えー、分の持ち分これは、えー、誰が何分のう持っているって決めるんですが。 じゃあ50坪ああるから50分の1ずつじゃなくて1 0分の床面積が大きい人ほどをたくさん持っているよとこういう考え方をしていきます。で持ち分があの多いと何が起きるのというとですね持ち分に応じてまあ費用を負担するんですね。ですからその共用部分の維持管理に必要な費用、えー、マンションではですねあの管理費とか、えー、修繕積立金っていうのをこう集めると思うんですが。 共有分の持ち分割合が大きい人ほど、えー、たくさん費用を負担するということになります。一方ですね、あの集会で発言するときに議決権というのがあるんですね。あの会社の株主総会でですね。あの大株主とちょっとしか株を持ってない人じゃ全然発言権が違うんですね。それと同じように共有分の持ち分割合が大きい人ほどまあ議決権も大きくなる。 まああの負担も大きいけど、えー、まあ議決権も大きいよとまあこんなふうに思ってほしいんですよね。えー、これが基本なんですが法律ではこういうふうに決めてるんですがこの一ニともですね規約で定めればこれとは違うルールにすることができます試験問題では規約で別段の定めができるとこういう言い方をしてきますね。ですからあの法律区分所有法の考え方では。 えー、50平方メートルの部屋を持っている人と70平方メートルの部屋を持っている人じゃね70平方メートル持ってる人の部屋,部屋を持っている人の方が、えー、共有部分の共有持ち分は大きいんだけどそうじゃない全員平等なんだ平等なんだ50分の1つなんだこういうことを規約で定めればそれが OK ということになります。えー、持ち分割合は違うけど、えー、費用の負担はとか気欠権は平等にしようこういう考え方も規約で定めれば OK です。 で今、この今太字で書いてあります,ですね丸一番のところ、専用分の床面積、えー、これについてちょっと補足しておきたいんですけどね専用分の床面積をどうやって測るのかとということです、まあ、どうやって測るかって面積は縦×横で出るんだろうって話なんですが、あのー、実はの建物の面積の測り方に2つあるんですね、えー、今、図でですね、まあ、A×B となっている壁の内側から測る測り方。 えー、まあ、内乗り面積なんて言い方を、まあ、あの、まあ、業界ではしますけども。あとは、あの、壁の中心線から測る。ですから、あの、今の図でいきますと、あの C、C. かける D. ですね。うん、縦横を C. かける D. で測るか、A. かける B. で測るか、この二つのやり方があります。で、一般に建物というのは、この C. かける D. で面積を出すのが基本です。うん、戸建て住宅の面積はって言われた場合には、この C. かける D.、えー。壁の中心線から中心線、まあ,あの、壁の。 中心線からですね、えー。距離を測るんだってことですね。ところが、マンションの専有部分だけは話が違うんですね。マンションの専有部分の、えー、床面積、これはですね。壁の内側から測ります。A. かける B. がその面積となります。まあ、先ほど言った専有部分の床面積割合というのは、この A. かける B. の面積だと思ってください。えー、試験ではですね。A. かける B. のことを壁、その他区画の内側で囲まれた面積。 壁区画、その他内側で囲まれた面積という言い方をしていきます。あのなんであのマンションだけがですね。その鋭角で b 内側で測るのかと言いますと、壁は誰のものかって話なんですね。壁は共用部分なんですね。あの専用分ってのはここは自分だけは使うよってこう。主張するものなんですが、壁は共用部分だって考え方をしてます。 壁は共用部分なんで、えーね、もし壁があの専用部分だとしたらね壁の真ん中まで C×D の考え方を取るとじゃあ真ん中まで僕のもんだから、えー、はあの壁削っちゃうってことが認められちゃうことになっちゃうんですね。で隣人も削ってったら壁なくなっちゃいますんでもう大変なことになりますんで、まあ、そういうことをさせないため、まあ、今の余談ですが、えー、専用分の床面積これ壁の内側で、えー、壁その他の区画の内側で囲まれた面積これが床面積になるんだよということは知っておいてください。 はい続きまして規約についてお話していきます、えー、まずは規約の効力という話なんですかねけどね規約そのものはですね書面または電磁的記録で作らなければなりませんあのー、マンション全体のルールですからね、えー、ペットを飼育しちゃダメだとかうん事務所としての利由は制限するとかね、えー、みんなが守らなければいけないルールなので、えー、紙にするかまあ、コンピューター等を使った電磁的記録で作らなければいけない まあこれはその通りだだろうなと思ってください。それからもう一つ、まあ、これも常識でまあ判断できそうなことですが区分所有者だけでなく賃借人そのマンションを借りてる人とかですね区分所有者からそのマンションを買った人専有部分の譲り受け人に対しても及ぶんだ、まあ、譲り受け人買ったってことがあれば、うん、相続で引き継いだとかね、えー、いずれにせよですね「うん、俺はそんなあのルール知らないよ規約守らないよ」じゃあ困るんですよね。 えー、賃借人俺はあの、ね、区分所有者じゃないからルール守問ないよとかうん私はあの買った人がねマンションを買った人が俺は私はそんなルール知らなかったからとか、えー、それは認められないってことですね沈着、えー、人や占有分の譲り受け人に対しても効力は及ぶんだということになります。でこの規約をどうやって作るのかといいますとこれ規約の設定っていうんですねうんペットを飼っちゃいけないとか、まあ、こう決めるわけですがこれあの集会。 えー、みんなで集まってですね、うん、ペット飼育はダメにしようとかですね学器演奏は何時までにしようとか、えーまあ、駐車場がね足りなくなってきたんでどうしようとかですね、えー、防犯カメラつけるとかいろんな、まあ、規約で話し合うんですが、えーまあ、集会で話しちゃうんですが規約そのものは集会で決めるんですね集会で決めます。で規約集会ははでですね基本的にはこののの過半数分、えー、賛成で、えー 決めていくことになるんですが、まあ,あのそれについてはまた後であの集会のところで説明しますけど、この規約についてはですね、4分の3以上の賛成が必要です。過半数じゃなくて、えー、まあ、より多くの賛成が必要なもの、まあ、特別決議というんですかね。うん、やっぱり大きな問題マンション全体の根本ルールになりますんで、4分の3以上の賛成が必要だということになってます。もう一つ、これもですね、細かいことですけど試験にたまに出されます。ちょっと一応見せますね、最初に。 最初に建物の専用部分の全部を所有するものは公正証書により以下の事項を規約として設定できる最初に建物の専用、えー、部分の全部を所有するものは誰っていうとあのマンションの分譲業者ですよ。えー、新築マンンションあの分譲マンションの売り主だと思ってください。えー、なんとか不動産とかなんとか建物がですね、えー、ABC マンションっていうのを建てて分譲していく最初に全部自分で持ってるんですね。でこの分譲業者は 公正証書という特別なやり方ですけどね公証人役場で、えー、認めてもらうという公正証書というやり方を使えば、えーまあ、自分だけで規約を作れるんですね。んどんなことを決められるかこのまあ4つの、まあ、細かいことを覚えるというよりもあの公正証書によって分譲業者は決められることがあるんだなぐらいを最初頭に入れておけばいいと思うんですが、えー、規約共要部分ですからここは集会室にしようとかここは管理人室にしようとか。 いうこととかですねこれ規約敷地ってのはあのは、うん、マンションが建ってない土地を規約で敷地とすることができるんですね駐車場にするためとかあとは分離処分ができないんだけど特別に分離処分できるようにしようとかですね、えー、敷地利用権っていうのはあの普通は占有分の床面積割合なんだけどそれを違うようにしようとかいうことをマンションを売る前に決めといた方がスムーズにいく。 マンンションを買った人たちがみんなで、えー、規約共有分どうしますってこれはなかなか大変なんで、えー、最初に分譲業者がねこれはこのマンションは集会室があるんですよとか、えー、この駐車場が確保されてます規約敷地があるんですとかね場合にゃあテニスコートがあるんですとかそういうことを決めてから売り出せるようにですね、えーまあ、マリニバンの規定、えー、最初に建物の繊維分の全部を持ってる人これは公正証書で一定の事項を決められるんだということですね。 それ以外は基本的にはみんなで集まって集会で決める、えー、その際には4分の3以上の賛成が必要なんだということになります、えー、続きまして規約の保管とか閲覧ですね3つ事項がありますが、まあ、順番に見ていきましょう丸1番です規約は管理者が保管します管理者覚えてますかそのマンションの代表者のような方ですね、まあ、通常はまあ理事長と言われる方がまあ管理者に当たってることが多いですが 法律上はこの管理者という方が保管するのだということですね丸2番利害関係人からの請求があった場合には規約を閲覧させなければなりません、うん、利害関係人ですから区分所有者マンションの住人だけじゃなくてですねうーん例えばそのマンションを買おうと思ってる人とか、うん、そのマンションを借りて住もうと思ってる人とかまあ、その他なんでしょうねまあまさに利害関係人ですねあの マンンションを買う人や借りる人も規約を守らなければいけませんからどういう、うん、ルールがあるのっていうことを、まあ、あの分かった上で買ったり借り借る、まあ、そういう意味で言うとあの宅建業者仲介するとかね媒介するとか代理になる宅建業者っていうのも利害関係に、ね、重要事項で言わなきゃいけませんからですから、えー、規約を見せてくれと言われた場合にはこれ閲覧させる義務があるんだということですね。うん丸3番えー、規約の保管場所を 建物の内のい見やすす場所に掲示する。ですから通常はまあエントランスの、えー、入ったところ集会あの管理員室の横とか何かにこう掲示板があってそこにですね、えー、規約は、えー、管理室にありますとか、えー、集会室にあるんですとか、えー、そういったことを掲示しておくということが求められています。こ、えー、こんなことも押ささえてておいてください。くだ